19番勝負の最終ラウンド。豊島竜王が意地を見せるか。藤井里史太造館が、タイトル戦3連勝か、第34期竜王戦、主催、読売新聞社7番勝負第1局がいよいよ10月8日に、開幕します。豊島正幸竜王に挑戦するのは、藤井里史太造館です。豊島竜王が防衛を果たして3連覇を、 達成するのかそれとも、藤井里下増刊がダッシュし、史上最年少4冠になるのか大注目のシリーズです。2021年が始まったタイミングで、いや、6月6日に第92期ヒューリック杯規制戦5番勝負が開幕した時点で、 現在このような状況になっていると予想できた人は、どれだけいたでしょう。竜王と、明王の二冠を保持していたとしま竜王があわや、無冠の危機となっており、一方の藤井聡太二冠は四冠王になるチャンスを迎えています。6月頭の時点では、藤井聡太二冠はピンチを迎えているようにも見えました。藤井聡太いおい、 帰省に挑みかかるのは、機械最高峰のタイトルを分け合う渡辺明名人、清、恩章王と豊島正幸龍竜王、明を。最強の挑戦者2名を迎え、さすがの藤井聡太二冠でも苦戦するかと思いきや、帰省戦では、渡辺名人を3勝0敗で、大井戦では、 としま竜王を4勝1敗で撃退します。さらにタイトルを防衛するだけでなく、あきら王戦。竜王戦で立て続けに挑戦者となり、あきら王戦では、としまあきら王を3勝2敗で破って、タイトルダッシュ。史上最年少3巻になると、返す刀で、竜王戦でもとしま竜王に挑戦です。 豊島竜王と、藤井里下蔵官の過去の対戦成績は、豊島竜王の9勝8敗。初対局から、豊島竜王が6連勝と圧倒したものの、今年に入ってからは、藤井里下蔵官が8勝3敗とリードしています。藤井里下蔵官が挙げた8勝の内訳は、朝日杯将棋オープン戦準々決勝が1勝、 大井戦七番勝負が四勝。明王戦五番勝負が三勝。朝日敗では、その後優勝。大井戦は防衛。明王戦はダッシュと。どれも、非常に大きな勝ち星でした。豊島竜王 VS、藤井里資太造館による。2021年延の19番勝負は、 いよいよ最終ラウンドの竜王戦七番勝負を迎えました。ここまでは藤井聡都市太造官が二つのタイトル戦を制しています。豊島竜王は虎の子の竜王位は何としてでも死守したいところです。このシリーズの鍵を握るのは序盤戦になるでしょう。 豊島龍王が今年藤井里下増刊に勝利した3局のうち2局、王位戦第1局、アキラ王戦第4局は、序、中盤でリードを奪ってそのまま押し切ったものアキラ王戦第2局は豊島龍王の大逆転勝利の1局でしたがこれは持ち時間が短い1日制タイトル戦だったというのも 大きな要因と言えます。事実。二日制対局の大井戦では、藤井聡多太造官が優位に立ってからは、逆転を許すことなく勝利を収めています。また、大井戦第二局では、豊島竜王は序盤で優勢を築くことに成功しています。終盤で逆転負けを喫してしまいましたが、 豊島竜王の序盤研究は、藤井聡多造館をも上回っていたのです。実際、藤井聡多造館は、大井防衛の記者会見で、大井線の対局を振り返ると、序、中盤でリードを奪われてしまうような展開が多かった。特に二日制の長い対局だと、結構その序中盤の差というのが大きく出てしまって、 結構こちらにとって課題が多いシリーズだったのかなと思いますと振り返っています。竜王戦も2日制。王位戦同様。豊島竜王が序、中盤でリードを奪う将棋が多くなれば、豊島竜王が防衛に近づくでしょう。逆に序、中盤でリードできなかったり、むしろ悪くなってしまうと、 評価違いはゆる、藤井聡太曲線を描く、藤井聡多蔵間の必勝パターンになってしまいます。さすがの豊島竜王をもってしても、この藤井聡太曲線のレールに乗っかってしまうと逆転は容易ではありません。藤井聡太曲線、対局開始から終局まで、将棋 AI の評価値が、 右肩上がりの曲線を描いて勝利を収める様。2点3点するような対局では評価値は乱高下するが、藤井里志多蔵館の将棋は握手が出ることが少なく、波乱なく干渉することが非常に多い。秋王戦でタイトルを質刊してから、豊島竜王は竜王戦に照準を合わせて、 研究のストックを蓄えてきていることでしょう。もちろん、高度な研究をしているのは藤井聡史多造館も同様、機械の頂点に君臨する両者による、ハイレベルな序盤戦術にまずは注目です。次のオーディオビデオでお会いしましょう。